鶏肉のカチャトーラウサギ肉のカチャトーラ米国風のカチャトーラカチャトーラはイタリア語で漁師風のという意味のイタリア料理であるトマト玉ねぎハーブピーマンに蒸しにした鶏肉やウサギ肉が用いられワインが加えられる場合もあるサルアミのキャッチトリーはニンニクと胡椒だけで味付けした小さなサラミが加えられる基本的なカチャトーラのレシピでは 小さじ数杯のオリーブ油を大きなフライパンで熱し、塩コショウを振った鶏肉の両面を3から4分ずつ焼く。鶏肉を取り出し、油の大部分を拭き取ったら、残りの油で玉ねぎ、ピーマン、その他の野菜を数分間炒める。小さなトマト缶とローズマリー、半カップの赤ワインを加え、さらにベイリーフと甘みを加えるためにみじん切りのニンジンを加える。 ここに鶏肉を戻して蓋をする。ごく弱火で1時間ほど煮込んで完成である。田舎パンかパスタを添えて供されることが多い。地域によってその地で得られる食材を用いた多くのバリエーションがある。例えば南イタリアでは赤ワインがよく用いられるが北イタリアでは白ワインが用いられる。マッシュルームを加えるレシピもある。アメリカ合衆国では マリナーラソースから作られることがある。ウィキブックスにチキンキャッチトリーの料理本があります。ウィキメディアコモンズにはカチャトーラに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。